ようございます。12月10日の朝を迎えております。急に冬がやってきたと、まあさすがに師走ですから致し方ないですけれども、ご体調とかいかがでしょうか。本学におきましても、先月は学園祭をはじめですね、2024年度に向けたいわゆるですね、適性検査あるいは面接試験というものが執り行われました。その面接試験におきましては、たくさんの先生方また職員の方にお力添えをいただいたわけでございますけれども、必ず、志望動機とか入学した後のですね、抱負みたいなことを聞くことになっていたりするわけです。受験生は懸命にですね、志望動機を覚えてきて、そして一生懸命、発言されるわけでございます。しかし、先日手にした書籍の中でふと考えさせられることがありました。すなわち、私たちはそのように準備した言葉で記した情報、あるいは声で語り出した自分たちのたくさんのですね、知恵の世界、そういうものを最大限に用いて自己アピールをするんですけれども、すべて語った後にも語り得てない自分というものに出会うのではないでしょうか。私たちは書き得ないこと、語り得ない事柄の中で、私たち自身というものがもしかしたら成立しているのかもしれないのかなというふうに思います。もう少し違う言い方で言うのであれば、語り得ないものがある、こういった事実に気づくことの方が、生きているという意味においてはですね、私が何者であるかとか、私が何ができるかとか、上手にですね語り出せるよりも、むしろ大切なのかなというふうに思ったりもするわけでございます。偶然私たちはクリスマスの時期を迎えようとしております。クリスマスの場面において、何を隠そう、あのマリアは突然に自分のお腹に子供が宿ったという知らせを受けるわけです。マリアはどんなに戸惑ったことでしょうか。またマリアはどんなに不安な思いへと自分がですね苛まれたでしょうか。そのようなマリアの気持ちをすべて語り出すこと、あるいは書き記すことは聖書はしませんでした。むしろマリアの戸惑いを感じながらも、最後には御言葉通りにお言葉通りになりますようにという言い方で現実を引き受けていく、そういう姿をですねマリアに担わせていくわけであります。これがいわゆるビートルズのですね、レッド・イット・ビーっていう歌がございますけれども、その歌にも影響を与えているように思うわけであります。ついつい私たちは私たち自身が描き出す言葉によって全てが語れ、全てが分かっているように思いがちでございますけれども、実はたくさん分からないことがありますし、また自分でも気づいていない自分自身というものがあるのではないかなというふうに思うわけであります。何を隠そう、日々の学生との出会いの中で、あの学生はこういう側面があるよね、あの学生はこうだよねと、私はついつい勝手に思い込んでしまったりすることが多々あるわけでございますが、学園祭やさまざまな課外活動の場面を通じて、学生の全く違う笑顔、全く違うエネルギッシュなですね姿を拝見すると、いかに自分が見ていた世界が本当のものを捉えきれていないという、そういう現実に出会うわけでございます。ぜひとも学生の真実の声に、真実の姿に出会いたい。そのためにも、自分が思っている価値観や自分が考えて語り出せている事柄に縛られないで、むしろそれを手放して人に出会っていきたいなというふうに思います。それは受験の場面においてもそうなのかもしれません。
とても素敵な話を先生方伺ったかもしれませんけれども、その一側面を尊重しながらも、学生一人一人が入学後にですね、もっと違った形で成長することを、さまざまな形で応援することができたらいいなと、そんなことを願っております。それではクリスマスのシーズンでございます。さまざまな命に対して関心を抱きながら、多くの学びを与えられたいなというふうに思う次第でございます。それでは今日はこれでお別れいたしましょう。さようなら。